チャンネルのサラです。今日も一緒に遊ぼうね。それではレッツゴー。サラチャンネル始まるよ。ヤッホーサラだよ。もう11月になったね。今年もあと2ヶ月。一番嬉しいことはもうすぐクリスマスがやってくるってこと。ワクワクドキドキ。今日は早速クリスマスツリーを出していくよ。サランチの屋根裏部屋は完全に物置部屋だよ。毎年ハロウィン終わったらすぐにツリー出すんだ。暗いな。よし、これでオッケー。ツリーの飾りどこに片付けたっけな。ここでもない、ここでもない。あれ、どこ片付けたんだろう。あー、懐かしい。幼稚園の時に描いた絵だ。幼稚園って毎日遊んで過ごしてたんだよね。幼稚園児に戻りたいよ。とりあえず開けていくか。あれ？これこんなところにあったんだ。あー、これよく遊んだやつ。これもよく遊んだよね。わーいわーい、こんなのあるの知らなかった。あー、どうしよう、散らかしすぎちゃったよ。これって赤ちゃんの時のおもちゃじゃん。こんなんで遊んでたんだ。ライブ始めるよ。なんだ、もう朝かと。鳥がつー、わあ、いつの間にか夜になっちゃったよ。ツリーの飾りどこだ。あった。これで必要なものは揃ったね。よいしょよいしょ。クリスマスって1年で3番目に好きなイベントなの。だってツリー飾れるでしょ、サンタさんにプレゼントもらえるでしょ。しかも冬休みだしね。残念なのは冬休みが2週間だけってことだよね。短すぎてびっくりしちゃったよ。よし、頑張るぞ。飾り付けはテンション上がっちゃう。クリスマスの音楽流しながらするのが大好きなんだ。サンタさんへの手紙も飾ったり、あとね、おまけも入れてもらう大きな靴下も吊るしてるんだ。サンタさん、おまけ入れてくれるの。これはここにしよっと。かわいいかわいい。今日はサンタさんにプレゼントするクッキーの練習会をするんだ。みんなで作るの。用意完璧。みんなまだかな。あ、来た。はいはい。いらっしゃい、待ってたよ。サラちゃん、ヤッホー。まあ
クリスマスだ。かわいいね。ありがとう、頑張ったよ。さあ入って。クリーム出したんだ。すごい、食べれるキャンディー飾ってるじゃん。ほんと、去年はクッキーを作って飾ってたんだ。今日はクッキー作り頑張ろうね。とりあえず材料を混ぜたらいいんだよね。それでかたどったら焼くだけだよね。そうそう、簡単だね。早速作りましょう。じゃあ順番に混ぜていこう。シナモンのスパイス入れるね。私はチョコにする。いい感じ。おいしそう。こんな感じかな。次は一番の楽しみ、型取りだね。どんなのしよっかな。こんなのどうかな。ルナ、ナイスだわ。これ最高じゃん。ほんと、いい感じじゃん。それじゃ焼いていくよ。ワクワク、早く食べたいな。クッキーできるまで遊ぼう。いいね、いいね。ここにも可愛いツリーね。サンタさんの洗濯だ。かわいいね。次はみんなでゲームしようよ。じゃあやだ。えいえい。あ、もうやだ、この子の。私に勝たせなさい。はい、クッキーできた。開けるよ。熱いから気をつけてね。めっちゃいい感じ。味見しましょう。しようしよう。いただきます。やばい、めちゃくちゃ美味しいね。私たち天才だわ。お料理の才能ありありだね。ねえねえ、サンタさんにプレゼント何お願いする？みんなもう決めた？まだ迷い中だよ。私も悩みすぎて決まらない。一つに絞れないわ。だよね。私は望遠鏡が欲しいな。望遠鏡で土星の輪っかを見てみたいな。それめっちゃいいね。私も輪っか見てみたいな。私は新しいゲームソフトとスイカのクッションが欲しいの。スイカって可愛いよね。二つお願いするのもありだよね。私はパペット人形が欲しいわ。可愛いの見つけたの。サンタさんわかるかしら。サンタさん、間違えて持ってこないか心配になるよね。それそれ、言葉通じてるのかも謎だしね。日本語勉強してるのかな。あはは。サラは新しいタブレットが欲しいな。それも譲れないわね。こうしてサンタさんにお願いするプレゼント選びはまだまだ決まらないんだけど、こうやって悩んでいる時間が楽しいんだよね。みんなはもう決まった？コメント欄で教えてね。今日の動画はいかがでしたか？また一緒に遊ぼうね。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。